南さん、エミさん、はい、田中選手と丹羽選手かなり声出てますね、お互いに。なるほど、はい、さあここはウェリントンから、さあ高橋優太から、高橋優太が仕掛けるか、高橋優太か、去年は熊本のエースとして福岡のサポーターを黙らせてきた高橋優太が、今年は福岡の一員として2009年のファーストゴールを決めました。いやー、見事な動き出しでしたよ、ボールから離れる動きでコントロールした瞬間、ここでいい奪い方しましたね、ウェリントン。そしてウェリントンからこの辺り難しいところを一発で仕留めるのが高橋豊です。ディフェンダーからすればもうシュートコース切ってるようなですね、そういうポジションなんですけどね、見事ですよね。